こんにちは。吉永です。輸入転売を維持しながら海外旅行をする方法について話していきます。今回は、インターネットの環境について話していきます。この話は非常に重要で、知らないでいるとですね、プラットフォーム、Amazon とかの、アカウントが支障をきたすというか消されてしまったりする恐れもあるので、海外に出て、移動しながら、仕事もしながら旅をするっていう方は注意して聞いてください。で、インターネットはですね、大体どの国に行ってもフリー Wi-Fi っていうのがあって、で、メールチェックとかそういうのはできるんですけど、実はこのフリー Wi-Fi っていうのはセキュリティ的に、ちょっと危険というか、安全ではないって言われています。詳しいことはわからないんですけど、要するに同じフリーなんで、同じ、アクセスするポイントからいろんな人が、そこを経由して、いろんなウェブサイトとかにつながるっていうことになるんで、要するに例えば Amazon だったらですね、このアカウント、品川っていうこのアカウントの人がこのアクセスポイントから、来てるなっていうのはチェックしてるわけですね。で、次にその共有なところで、例えば、空港のフリー Wi-Fi から Amazon に、アクセスするとですね、別のなんだしたとします。で、その後ですね、別の日に他の人が、やはりその場所に来てですね、で、Amazon にアクセスしたとなると、2つのアカウントを持ってる人なんだなっていうふうに認識されることがあるらしくて、で、一発でアカウントが消されてしまったりとかっていう、そういう、ことがあるようです。なので、対策としてはですね、ルーターですね、ポケット Wi-Fi だったり、スマートフォンの、SIM、フリーのものっていうのを手に入れて、で、自分の、アクセスポイントから、インターネットにつなぐっていうことが非常に大事です。ですから、そうですね、自分でですね、私の場合はポケット Wi-Fi っていうのを、Huawei とかっていう、いろいろあると思うんですけど、それを持っていて、で、その国に来てからですね、そのプリペイド式なんで、その何ギガ分とかっていうのを買うんですね。国によって全然値段違いますけど、バリとかだと安いですね。1000円とか、そのぐらいでかなりの量が5ギガとか、そのぐらい使えるのかな。ちょっと値段忘れちゃったんですけど、非常に安いです。これがヨーロッパとか、アメリカとかオーストラリアとかになると結構3000とかするんですけど、比較的ですね、東南アジアは安いですね。で、国によってそのインターネットの、電話会社なのかなっていうのが違いますんで、この機械は一つでも、いろんな国によってその中に入れるカードが変わってきます。ですから最初にやることっていうのは何かっていうと、その国に着いたらですね、多くの場合はその空港の中にプリペイド式の SIM カード、スマホだったり、ポケット Wi-Fi の中に入れるカードですねが売られてます。で、それをですね、持って行って、使えるようにしてくれというふうに頼んで、大体その英語とか分かんなくても出せば分かるんで、で、もうそこで、アクティベートって言って、その使えるようにしてくれます。なので、アクティベートプリーズっていうふうに言えば、だいたいできますね。で、お金払えばインターネットつながるっていうふうになりますけど、実は、ちょっと、結構これで苦戦したことが何度もあってですね、そのお店ではしっかりアクティベートをしてくれてるんですけど、その設定が必要な場合があるんですね。
で、なんだっけな、NP コードとかっていうのがあって、で、それをその機械に打ち込まないと、アクティベートされてても使えないっていうことがあって、結構これで苦しんでます。で、これはですね、大体その、プリペイド式の SIM カードを買ったときに、その ANP コードっていうのが、そのパッケージとか説明書に書かれてます。で、それを、スマホとか、ポケット Wi-Fi の設定するところがあるんで、おそらくスマホとかパソコンに接続して、そのコードを入力するような感じになるんですけど、ケーブルとかでこうつないでですね、ポケット Wi-Fi だったり、パソコンをケーブルでつないで、で、ここの ANP コードっていうのを、これですよっていうのを打つんですけど、そうすると大体つながるようになります。今まで、苦労してもできなかったことはないので、必ずできると思います。ですから、空港に着いたら、まずは、プリペイド式の SIM カードを買ってアクティベートする。で、ANP コードを入れて、完全に使えるような状態にするっていうことが非常に大事で、で、特に、Amazon とかそういうところにアクセスする場合は、フリー Wi-Fi は使わないで、自分のポケット Wi-Fi からとかし、スマホからですね、接続すると。スマホの場合は、テザリングって言って、そのスマホと、スマホを Wi-Fi のポイントとしてパソコンにつなぐっていうことができますので、SIM フリーのスマホを持ってれば、それが一番使いやすいかもしれないですね。私はちょっとそれ持ってないので、ポケット Wi-Fi っていうのを以前ゲットしたものを持っているので、それをいろんな国に行って、カードだけ入れ替えて使ってます。そういうふうにすると、安全で、ネット環境があればですね、地図もわかるし、翻訳とかもできるし、いろんな面で調べたりもできますんで、便利だと思います。あとですね、地図のことで言うと、Google マップっていうのは、その国の、位置をですね、その事前にダウンロードすることができます。確か1ヶ月ぐらいの期限があったと思うんですけど、ですから、バリに行くんだったら、バリに行くちょっと前に日本でですね、Google マップの、そのバリの部分でダウンロードっていうところいろいろ探すとあるんで、それをスマホに入れちゃうんですね。そうすると、仮に、あれが、電波がなくても、Wi-Fi がもし電池が切れちゃったりしても、オフラインでその地図っていうのを見ることができて、さらにそのナビゲーションもできますんで、電池だけは切らさないように、モバイルバッテリーを必ず持って行って、で、充電しておいてですね、切れないようにしてほしいんですけど、そうじゃない場合は、備えてですね、Google マップのそのオフラインで使えるようにダウンロードしていくっていうことがあれば、完璧です。さっきちょっとモバイルバッテリーって出たんですけど、スマホとか、ポケット Wi-Fi もそれで充電できますので、必ずそのバッテリーとコードですね、ケーブルも用意してください。ですから、SIM フリーになるスマホもしくはポケット Wi-Fi、それからモバイルバッテリー、それに接続するケーブルっていうのを持っていって、なおかつ、Google マップをあらかじめ、ダウンロードしておく。その場所ですね、バリに行くならバリの場所を、録音、ダウンロードしておけば、完璧に、仕事しながら、旅ができるということになります。今回は以上になります。ありがとうございました。